一斉のあれ、バーマンザイ、ルナです。みちです。あ、みちくん、あなたみちくんなのね。お世話になってます。ということで本日はこのみちくんと一緒にみゆちゃんにドッキリを仕掛けていきたいと思います。イエーイって、もっと喜んで、喜びなさい、もっと。まあこれ、後撮りです。もう実はドッキリ終わってきました。感想の方は？です。感想の方はですね、とても楽しかったと言っております。びっくりなんか、パンのナンみたいな。長すぎませんかということで、今回はみゆちゃんにドッキリを仕掛けるんですけども、とある企画でね、もうキッチンのあの動画が出たと思うんですよお前どっか行けやまあそれでですね、あのそこでサブちゃんを撮りながらみゆちゃんにドッキリを仕掛けるっていうのを進行したんですけど、そのドッキリがみゆちゃんに気づかれずに何個シュークリームを食べれるかっていう企画でございました。はい、ということで入れてよ。黙れや、もう気持ち悪い。説明だけして喋っていい？ちょっと待ってて。ということでみえちゃんがね、あの料理とかしてるんですけど、その後ろで、まあ、ちっちゃいシュークリームをね、いろんなところに置いといて、それを2人でバレずに食べていくっていうやつで、最終兵器はこんなね、大きいシュークリームがあるんですけど、それを食べれたらポイントが高いみたいな感じの企画をやってきました。それを踏まえて今から動画をご覧ください。なんか痛い？ない喋りたいんじゃないの？いいよ別に。もうみゆちゃんとオープニング撮った時はもっと話振ってくれて楽しかったけど、さっき映ってるだけでしょ。じゃあ言いすね。ということで早速やっていきましょう。目標、5時半にしよう。ビサブバーサイスタジオで撮影をしてたんですけど、まあ、ちょっと野菜も余ったのでクッキングをしていこうかなと思います。はい、はい、どうするどうする、誰が作る？みゆっしょ。いいんだね。あんなね、うん、個性的な料理を作れたみゆはまた作れるよ。いいんだ、私に任せてって言って、めんどくさいだけでしょ。あんた、特にあんた。え、何からするの？包丁気をつけて。え、ブロッコリーはちょっとめんどくさいから湯がくのが、はい、ナスとかにしとく。ナスちょっとめんどくさいからオムレツする。オムレツ、あ、はい、卵ってあったっけ。卵あるし、きのこあるからオムレツ作ろう。いいじゃん。卵さ、1個しかないの。もうじゃあ、ほんと少ない、ほんとうちにはもう卵1個しかないんですけど、はい、この卵でオムレツを作りたいと思います。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 オレを入れるんだろ絶対。ヨーグルトもらいます。でヨーグルトだけ食べてが聞いていい？うん、いいよ。なんか一人一品作ろう。うん、ルナヨーグルトもらいます。ダメってきたわ。まだ今返事待ち。大変やね、ほんまに。わ、うまそうかも。塩コショウありますか？これ。おめえ何やってんで？あれは料理さ。おめえの料理ってその程度かよ。てて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 。いいよ。何を手伝ってんの？みーちゃん言ってんの？ねえ、ほんとタンクトップだからなおさらやえ、なんでなんで、ちょっとしつこい、ほんとに。もう山岸、お前作れ。あ、一人一品なの？言ったじゃん。あー、すべてを抱えて懐かしい、もう3年前だよね。なんかめっちゃカレーの匂いすんな、このフライパン俺使った。え、違う、俺じゃないよ、ルナだ。ルナだ。まあ、いっか。これちょっとぐしょぐしょってやったりしてね。ぐしょぐしょ、めちゃくちゃカレー臭っ。めっちゃカレー臭いやん。気持ちいいやろ。じゃあ僕はちょっと想像でポテトサラダ作ってみる。茹でるとこから始まるって。めんどくさいか。めんどくさい。フライ返し、フライ返しかも、はい、やばいです。スクランブルエッグにしまーす。あぶねー失敗するとこだったぜ。で、こうしてほい、はい、うまい。よし、完成。もう最近めっちゃ再生数伸びてんだよ。なんで？何で？なんかない。
あ、あれね、ワンコのやつくらい、あの、ルナンチに俺突撃してた。うん、おお、26万回。え、サブ漫才で、え、すごい。おつけ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 、ほせえ、うえ、ナイス。うんうん、あ、ジャガバターは良さそう。そうだよ。え、ジャーマンポテト作ってほしい。ジャガバターでーす。1個だけさ、分けて、半分分けて、あ、半分半分、まだないの、あらがする。 え、それってか、え、ジャーマンポテトってさ、切るんじゃないの。あ、あ、やべ、え、だって皮切る。そうそうそう、またやっちゃったよ。これ何作るんで、これ内緒内緒。誰のセリフでしょう。えっとね、ルナ。正解。レナです、レナ。レナ内緒。これ誰でしょう。内緒。これも休日ゴルフに行った時のルナです。内緒って言わへん。なんて言うの。おお、すげえ。手洗ってさ、コネコネしていい。いいよ。大丈夫なのそれは。何作る気なの、あと。私ね、あのね、あれ作るわ。最近動画で見たね、ガレット。ガレット聞いたことないわ。じゃがいもとチーズのガレット作ります。君は。どうやってやったら料理できるのによ。なんでこれのスパイスはできなかったの。手洗った。洗いました。ナイス。いいです。何？もう大丈夫。早くお前せえや。何？なんかずっと耳を元に言ってくるんだけど。え、これコネコネしてもいい？いいって。そうめん、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 まだやな。いつになったらできるのか。なんか玉ねぎとかも使ってみるかな。うん、何作るの。いや、考え中。ただ今考え中。ただ今考え中。めっちゃ何、怖いんだけど、さっきから。てか、じゃがいもさ、穴開けてさ、電子レンジでさ、チンしてるの早いよ。ね、思ったわ。マジかよ、思ったわしか言わない。キャリアじゃん。ありがとうございます。うん、で、土、土を、土入れた。入れた。土を、土入れた。入れた。めっちゃいい匂いする。食べる。あ、そう、キンキ。うん。え、なんでシュークリーム食べてんの。どこにあった。あった、あった、あった、あった。え、どこにあったそれ。わかんない。どこにあった。どこにあった。そう、ついでにつまんだ。めっちゃドッキリ仕掛けられてんのかと思った、後ろで。え、どっち。なに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 。本当に食べちゃう。わかった。気づかれないようにシュークリーム食べ続けるドッキリでしょ。ということで、ミュにバレないシュークリームどれだけ食べられるかドッキリ検証です。なんで、なんで。え、何個食べれた。え、俺めちゃくちゃ食ったよ。しかもさ、めっちゃ面白かったのが、ミッションとしてこのね、うん、中に袋で入ってるの、でっかいシュークリーム、うん、それも食べるっていうミッションで、うん、とりあえず取ったわけどどうしようって思って、うん、隠そうとしてこれ取ったら、うん、ルナのシュークリームごっそり出てきて分かってたの俺。じゃあ、今からさ、ナイス。え、いつから。え、もうずっと後ろで食べたり。ずっと食べて。え、サブちゃん中。うん、ずっと玉ねぎでなんかしようかなって時、玉ねぎと一緒に持ってたのシュークリームさ。え、そうだ、ルナさ、途中さ、こっち見たらゲシ君が玉ねぎとシュークリーム。笑い怖いよね。変わらんすぎやろ、全然。めっちゃ向こう行って我慢した。すごい。うん、お疲れ様です。ありがとうございました。すごい。ということで、皆さんもぜひ面白いので、友達立ってみてください。なんだそれ、友達やらせる。サムちゃんもぜひ登録お願いします。お願いします。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。